松潤さん、尾崎豊、I love you、 良かったじゃないですか。これ多分ね、再生数上がると思うんですよ。で、今回はですね、今まで作った動画、まだそんなにたくさん動画があるってわけではないですけども、松潤さんの動画を一つずつ見てね、再生数だけを比較してみます。ちょっと画面を切り替えますね。一番最初、ペルソナ設定っていうのがあるじゃないですか。これが再生数4回。それから第2話がピアノ弾き語り、3選。これが4回。部屋の模様替え4回でしょ。だから3回、4回が続いてますよね。で、次のページ行きますと、YouTube のキャラは歌、長崎ピアノ5回、ビフォーアフターが5回、そして、これですね、酒と涙と男と女、これ10回になってますよね。これはおそらく、川島英吾さん、この名前がヒットしたのと、酒と涙と男と女、これがヒットしたんではないかなというふうに思ってますけども、まあ、わかりませんけどもね、こちらから分析できませんので。で、チャンネル登録者数が19人は、まあ、これは変わらずというか、私が最初に松潤さんの見たとき17だったような気がするんで、ちょっと増えたかなって気がしますけどね。こんなところですかね。はい、というところでね、多分このシリーズは、相当フックするんじゃないかなと思います。その上でね、この曲と曲の間に出てくる松潤さんの、まあ、トーク、これもだから MC みたいな感じで語りかけていくと松潤さんのことがよく伝わるんじゃないですかね。で、松潤さんはね、やっぱりこう喋ってる時とか普段の笑顔がありますんで、人を引きつける要素は十分あると思うんですよ。で、声もね、なんか最初とは違ってだいぶ届きやすくなりましたんで、ボリュームも、ね、調整されてまして、これいいんじゃないですかね。言うことないと思いますよ。このまま取って出しの曲関係と、あとトークね、松潤さんのことをしっかり語るコーナーとこう織り交ぜていけばいいんじゃないですかね。割合としては曲が9でトークが1ぐらいの、本当にコンサートやるときには曲が主で MC がたまに入るみたいな感じでね、ペース測っていけるんじゃないですかね。お疲れ様でした。本当に良かったと思います。